ミミ食堂行くわよ万博。はい、ということで始まりましたけども、いあれです、僕死ぬ前食べるもの決めまして、やっとついに、当てるわ当てるわ。何？親子丼。うわ正解ないやだってヒントめっちゃ出てたやん。え、何？今までの人生で。え、何が？ツアー中とかめちゃくちゃ言ってるやん。言ってたっけ？親子丼が一番好きやみたいな。いや、めっちゃ好きやねん。最近言ってたやん。え、チャーハンは？いや、チャーハンは自分が死んでなりたいものやろ、うん、だからそうそうそう、チャーハンに転生したい。だって俺が死んだ時にさ、ま、これまでは僕の体を炒めて、米とね、あえて、チャーハンにして、みんな食べてほしいって言ってたけど、俺が親子丼好きやからってさ、俺が死んだら俺親子丼にしてくれば無理やん。もう無理やもんな。その息子を捧げなあかんやろかな。息子娘をな。そうそう。せやな。まあ他人丼なるな。そうそうそう。他人丼。誰かをじゃ捧げる。いや違う違う。卵やったとしてだって。卵でキムニーをこう柔らかくね、ふわっと閉じたとしても出汁で炊いてね。あ、なるほどね。まあ、他人でもないけどな。お父さんの可能性もあるよな。そのまあ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 。な。それは親子丼完成やけど。お父さん残しといて。でもせめて。なんやろ、親でありたいや俺も。あの親子丼のメインってほら親やからさ、親子三大丼はお父さん肝に息子みたいな。その卵、卵鳥やから親子丼やろ、そうそうそう。でそれ以外は他人丼になっちゃう、でも俺を卵で閉じた場合、卵俺別に他人、あれ人と認めてないから俺。木村の他人丼ってこと、多色丼ってこと。そうそうそう、そっちそっちかな。ヒューマンじゃないからね。だから一種格闘技みたいなもんや。そう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 。だからちょっと親子丼と話違ってくるなって思ってて、長なるな。木村一種格闘技丼ってことやろ。むずいな。何木村かん一種格闘技戦ってないから、そもそもチャーハン作るのもさ、その仮装の時にさ、横に米と、仮装前、ね、仮装前、いや仮装場の時にさ、ネギとやりこしなるから、あの最近あるやん、なんかあの入れるだけで調理みたいなさAI 調理みたいなあんねん。なんか鍋とかに材料突っ込んで、人参とかポテトとかなんか突っ込んだら、勝手に混ぜて勝手に火加減やって、もう料理ができてん、パカッて開けたらすごいな。だからそれができんじゃん、キムにも。隣に米置いて、ネギとチャーシューとか置いて、オイスターソースとかかけといて、仮装したら AI 仮装場ってこと。そうそう、出てきたら、ちょっと待って、あのチャーシュー入れたらあかんやん、俺とかぶるやん。あ、ほんまや。俺チャーシュー要素で入りたいから。食べ比べみたいな。え、にキムラを作らなあかんってこと。ええ、だから別にほんまやん、その考えで言ったら。だからそのチャーシューじゃなくてもええやん、ハムでも代用できるし。え、だからその加工しなあかんわけやろ、キムニー。いや、加工せにもハムにしなあかんの。そのまま焼いたらええやん。だからそのまま焼いたら、だってチャーハンはだ炒める飯やから別に。いやでも、そう、具材がちゃうやん。炒めてもらったらいいんで。でも和風とかになっちゃうよそれやったら。いいよ。え、よくないやろ。いや、味付けはその王将の店に任すわよ。最後の仕事やで、キムニーの。俺は仕事じゃないよ。最後の仕事。え、だってほら、チャーシューやからええわけ。煮豚やから、そう、うまみがやっぱあるわけやろ。いや、煮られたらちょっと俺も葬式遅なるやんか。俺の状態が悪なるやん。その用意どんで、そやな、もう死んですぐ。死んそう、死んですぐ。いや、しようよそんなの。縛って縛って、あの3時29分ですとか言い出した時からもうなくなるやんか。ほな、1日は、置いとかれるやん。俺がね、そう、まあおつやとしてさ、そうね。で、まあまあお葬式があって、やっと焼きましょかやんか。はい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 。でその間に何かしらキムニのどっかしらを煮豚にしたいやん。煮木村、煮木村にしたいやん。え、するならどこなん。いやもう肝バラ。いやもう太ももと。太ももちゃう。でもそっか、
だからもう絵は俺も死んだ後食うても仮装してもうお墓入った後でもええから、食べた手でいいってこと？いやもういいタイミングで食うて、いいタイミングでこれを木村に見立ててみたいな、そのお葬式で熟成木村はお葬式で熟成した俺のチャーハン食おうと思ったらむずいやんか。まあその生前熟成したからだからちょっとずつちょっとずつ生きてる間に、うん、その肉を削いどいてよ。いやそれはしんどいっていうかなんかやばいやん。だからやっぱ若いうちがいいやん。右足切り落としとくとかさ。なんでそんな猛気的な。もうやばいやん。もうやばいですって。なんでそんな怖いの。もうやばいですって。姫の行動に引っかかるって、うん。行動にいきなり怖いやん。ちょっと待って。かかうちもさすがに擁護できんぐらい切り落とすって言っちゃってるから。しかも俺死ぬのいつなん。いやだからその前に真空パックしといたらいいやん。うん、キムニーを、うん、真空パックしてもいや俺片足なくて生きていかなあかんやん。その死んだ時にみんなに俺のチャーハン食うてもらいたいっていう気持ちだけで、うん、俺片足で生きていかなあかんの意味わからんやん。でもそれぐらいの覚悟が、うん、ないよないないない、うん、ないない。チャーハンで食うてくれたらいいよっていうだけやから、うん、じゃんけんしよ。じゃんけんで決めへんわじゃんけんでしょもうじゃんけんで決めわからへんくなっちゃう。だからとりあえず俺は親子丼が食いたいの、うん、死ぬ前は、うんうん、誰が作った親子丼がいいの。もういいよ何でも。王将の店員の。王将の店員じゃなくていいよ何でもいいの。なんでもいいよそんなん、そんなまずい親子丼なんかないから。あるよあるあるある。えじゃあレトルト出されてもいいの。レトルトは嫌やけど。ほらそんなん分かるやんか。それ分かるやん。そんなん分かるやん。でも人生で今まで食べた中で、うん、この親子丼めっちゃうまかったなっていうのは。ほんまや親子丼が好きになった理由がそこにあるはず。そうあるわけ。そのだうどん屋さんとかのさ。うどん屋さんのうどん屋さん、だいたい親子丼、はいはい、ありますあります。あれやんか。うどんとセットで食べるってこと。ミニうどんとセットでもええし、まあ、セットもありやな。セットの方がええかも。お蕎麦屋さんじゃなくて。お蕎麦屋さんじゃなくてうどん屋さんかな。蕎麦はあんまないからな、あの田舎行かな。あの田舎のあれやからな、醍醐味やから。親子丼も最近さ、なんか進化してきてさ、うんうん、そのうちらの多分スタンダード親子丼はさ、鶏で、あの卵とじやん。でもさ最近はなんか卵黄がチュッて乗ってたりさ、するタイプがありません。どっちなん。全然卵黄なんかピュッピュッて乗らんでいい。スタンダードな方。スタンダードでいい。カツ丼じゃないのが意外やね。いやカツ丼もうまいけどあれカツの旨みやんか。でもカツ丼と親子丼さ、そう普通にお店に入って同じく600円でしたやったらさ、はい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 、どっち食べるの。親子丼やん。そうなんや。親子丼がうまいやん。じゃあ親子丼600円カツ丼100円やったらカツ丼やん、ね、それはそう。それカツ丼に行くよ。カツ丼に行くよそれ。肉や。に行くよそれ。だったら親子丼も食べれるもんな。そんな気がするんやったら。カツ丼に行くし、でもカツ丼かっこええやん。かっこええ。俺も分かる。でも大人になるとさ、うん、その自分のなんやろかっこつけな部分とかさ、うん、なんか余分な余剰分めっちゃ求めてたやん今まで。その靴下欲しいとか言ってもさ、うん、靴下1個でいいとしても2個買ったりするやん、うんうんうん、そういうのがなくなっていくやん。もう1個で十分だから1個でいいよって。親子丼とカツカレーはもう全然カツカレーなんか食いたない。すごい。手仕込みカツやったら。ああココイチのやつは食う。おいあかんやん、うん、じゃあ親子丼かマスカットやったら。なんでそんな比べるんその君たち先から。どっちなんどっちかを選ぶというか、かも親子丼かマスカットどっちかな。だから親子丼や言うとんねん。そうなんや。なんなんマスカット。あんなフルーツ好きやのに。食後に食わせろやそんな、一緒に親子丼と。なんでそんな比べるん。このラジオなんでこんな比べるん。比べんで気になるやんな。話しようやん。いや我々のやっぱな楽曲に沿ったらやっぱ比べていかなあかんから。いやいやいや比べんでええやん。話しようやん。じゃとりあえず今1位は親子丼ってことね。そうよ親子丼食いたい。手仕込みかつ海の幸ちゃうんよ。いやそれもうカレーココイチね。ココイチは食わへんやん、うん、なんかそんな親子丼や言うと好きなイメージがなかったからさ。ほんまに食べてんの一回も見たことない。そう今年は今年いやいやなんかそのこの間のさ親子丼好きやもん。広島のツアーで、うん、いきなりその発言を聞いて、うん、そんな親子丼好きやったっけってマジで思った。愛してる。まあでも、これ年とともにさ味覚ってやっぱ柔らかくなっていくやん。そうなんかな、うん、あでもそれはあるんちゃう。ほんまにやっぱほらまあ、やっぱ体的にもしんどくなってくるやん。おだカツ丼食べたら僕 100% いい痛なるからさ。後藤君何食うても痛なるやん、まあ、米食べたらね。でも大学生の時はさ絶対カツ丼の方が買ってたよ親子丼。いやもうそれは名前にねちょっとなんやっぱりフラットに見れてなかったよ親子丼カツ丼って、やっぱカツ丼ってカツでつくし、なんか丼もつくやん、かっこええやん、まあ、やっぱかっこいいもんな、なんかもう無理やんカツ丼にしか選べへんやん、一番かっこいい料理の名前なんやろな。親子丼やってたから。親子丼な。親子丼はもう今ではもう親子丼、まあ、渋さもあるもんなやっぱ。
そう好きやからひいきしちゃうんやキムニ。ひいきするよそれ。親子丼をしますよ。あそうなんパフェとかの方がかっこいいや名前。チーズハンバーグ結構トップクラスでかっこいいねんけど、うん、こんなごちゃるかなこんなごちゃるかな。いやかっこいいご飯、ね、かっこいいご飯の名前よ、うん、あでも好きやったら親子丼も名前かっこよくなるんや。なるよ。あそうなんやすごいな。愛着むっちゃ持ったタイプやなキムニ。最近思ったけどあの、うん、俺がなんか発言すると二人でガーくるのあの布団のかぶせ屋みたいなってきてなんか水を得た魚のように最近なってきよんな。いやいやでも今のは純粋にすごいな、うん、親子丼がだって一番かっこいい。親子丼やろすごい。それ親子丼はだってかっこいいっていうか優しいタイプやん、まあ、やっぱ親子っていうその単語にやっぱこう近世に触れる部分があるってこと、うん、そういうことやな。だから優しいしかっこいいし物語もあるやん。あそこあそこ、ね、全て揃ってるやん。でもなんか子供が親を包んでるっていうのが面白いね。親子丼っていうの に親側がこうそのイニシアチブ取れてないやん。いやだから親にとっては子供は世界やから、はあ、そういうことですよ、ね、世界の中に自分はいるよっていう。ああそう思いながら食べてんねや。女今思っただけ今思っただけもう早く親子丼食いたいもん。はいじゃあ今日は親子丼もうすぐ食いたい。そう理想の親子丼像ってどうな、うん、どういうやつなこう、うん、結構さあのふわとろ系の卵がいい人ともうガシッとしっかり。いやもうふわとろ系がいい、うん、ガシでもいいけどふわとろのが好き。鶏は、うんうん、鶏はいや別に鶏どういう状態でも胸。いや桃ちゃん桃、うん、あやっぱうまみがうまみ皮付き食いたい。もう今すぐ食いたい皮付き。皮付きでも皮付きも部分あってもいいな。三つ葉は三つ葉あってもよしやな。早く言いたい。もう親子丼でも確かに食べたくなった。この辺でさ、うん、親子丼めっちゃうまいとことかあるん。ないやろそんなもん。ない。いや親子丼置いてるとこあるけど。中尾は中尾。中尾でもええけど。中尾好き。中尾でもなんか出汁こうない。中尾はもう全般的に何食うでも、うん、まあ吉野家好きや松野家松屋もそうやねんけど、うん、なんか虚しくなる。ねえそうなん。ママの味やのに。チェーン店、うん、虚しくなる。じゃあ虚しは。虚しは。ね、虚しくなる。あ弥生県は弥生県はちょっと虚しくならへん。あそうなん、うん、そうなんや、うん、ガスト虚しくなる。ガストはめっちゃ虚しくなる。あ虚しなんね、うん、逆に店舗によると思うけど、逆にって何逆にえだってほら正々堂々と虚しくなる。ファストフードじゃないや、うん、一応ファミリーレストラン。あガストね。なるほどね。だやっぱクオリティは1個上がってるはずやん名前的にはね。わからん。三宮のガストが著しく悪いからそういう印象を持ってるんかもしれない。著しく悪いんだ。お箸レストランでガスト。へえ。でもなんかガストってうちあんまりなんか学生の時にポテトつまみに行ったみたいな。山盛りポテト。そう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 。それのイメージしかないから大人になってから行ってないかもしれん。なんかなんてサイズで、うん、ガスト、うん、ロイホみたいな感じやろ。こうレベル的に言ったらね。そうなんかな。まあロイホは好きやな。スカイラークなくなっちゃったから。え？バーミヤンとか？いやスカイラークっていう店舗が、ねうん、なくなっちゃった。スカイラークってのがあったんや。あったんや。ガストになっちゃったからね。まあだからガストもな、うん、外食は俺あんま好きじゃないから。あそうなんや。その個人店とかやったらまだ好きなとこあるかもしれんけど。なんかうち逆やと思っててんけど、なんかツアーとか行ってもさ、はい、こう地方の名物よりもう。はいチェーン店の方が違う違う違う。キムには名物が嫌いなあ名物が嫌いだけ。いや嫌いというか、うんうんまあ、名物は何やろうねその全国的な顔になってない名物は嫌い。あ嫌いというか、うんうん、それで勝負してくんなっていうか、うん、今こんなどこでも流通かかって、うんうん、何やろうなうまいもんは評価される時代やのに、うんうん、その地元でしか評価されへんものは、うんうん、信用ならんやん。まあ、そのね、うんうん、あのふんどしそれだけで勝負してくんなってことでしょ、うん、そうでもイカとか佐賀のイカとかはさ、うんうんまあ、その場で取れますっていうほら、うんうん、産地直送の直がもうほんま直送やんか、うんうん、そういうのはまあ確かにこれが東京に来ても、まあ、運送中にやっぱ鮮度落ちるもんなとかこのうまさはないと、うんうんうん、そうそうでも加工食品やったらもうそれはもう評価されとかなうまかったらね、うんうんうん、じゃないみたいな復旧してないとダメだよねってそうそうそう流行ってない方がおかしいよねってそう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 それで地元でいや俺地元では一番なんでみたいな修二と明みたいなことされても困るっていう、うん、し俺たちはいつでも、うん、そうなんですよ、まあ、食にシビアやからなキムニーはで地方行くとその個人店の店が怖いやん
あもうその知識ないからさ、うんうん、おすすめありますであるんやったら行きますやったらいいねんけど、ない場合もう怖すぎるからそしたらチェーン店でチェーン店の方がまあまあ分かってるからねっていうことでね、ある程度の約束はされるからクオリティのねチェーン店に行きたいっていう、なるほどなるほどねってことなんですよ。なあそやな、親子丼、親子丼でも食べる？食べる食べる、食べんねん、卵好きやし、うち、うん、僕は鶏嫌い、卵嫌いやからあー全然じゃあ食べへんねんよ。親もたそうなんや、親子丼を美味しいと思って食べれたことが人生でないから、うん、まあ、美味しいのに多分出会ってないっていうのもあるんやと思うけど、あんまり誰が作ってもうまいやん。でもファミレス時代自分で作ってたけど、うん、炭火焼き、あのいらんねん炭火でみたいな、フライパンで焼け、うんうん、全然美味しなかった、まあでも自分自身がだって美味しい親子丼知らんのに美味しいの作れんのは、作れへんのはまあ納得がいく気がする。でも卵で閉じて乗せるだけ、あそうそうそう、それはそうやけど、うん、でもそもそも卵の味が好きじゃないから、うん、美味しいっていうのが、う卵だけでも親子丼として食うわ俺も。親子丼じゃない、ういう卵丼でしょ。いやもう卵だけでもシューって親子丼として食えるわ。どういうことなのそれ。自分が産んだと思ってってことやな。俺と一つになって、うん、親子丼が完成ってこと。もう鳥だけでも親子丼として食えるわ、親子丼の鳥を思って鳥食うてんのに。あそうなん、なんか焼き鳥とかも親子丼の鳥と思って食うてんのに。もうちょい優しくするなこれからご飯屋さん行ったらごめん、もうちょいあげるわ、うん、そっか、せやで、死ぬ前食べたい、どんな死ぬ前食べたいな、うん、何やろうな、そう言われたら、ね、後藤君やっぱあれじゃん、そのアイスクリームとかじゃん、あ甘みたいね、ポテチとか、あ最近ね、うん、甘いのをねちょっと多糖と思っておお、多糖っていう大きい糖、うん、あの断絶の方、あ断じる方、うんうん、え、なんで、いやなんかふとなんかの動画で見たんですけど、ああ集中力が落ちる原因が、うん、その糖分を、うんうん、こう定期的に取ることらしくて、うん、あだから砂糖中毒になってると、うん、その砂糖って集中力がなくなるらしくて、はいはいはい、基本的にはほうで、まあまあその砂糖がなくなると体にはいらん成分やんか、うん、精製の砂糖とかって、うんうんうん、別にいらん糖分じゃなくてね、おいこん大丈夫か、こんなことラジオで言ってたらレッドブルに潰されるんじゃない、キャーキン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 大丈夫キンキン潰され親誰か来たようだなやつよ、ね、ピンポンいや、まあ、ほんでそのまあ先輩とね、はあ、スタジオ一緒に入ってもらったじゃないですか、うんうんうん、圧倒的に集中力がないって言われたもんですからあそれはいかんなと思って、うん、なるほどね、はい、うんうん、佐藤もまあまあできるだけこう取らないように、あまあ今がめっちゃ取ってたっていうのもあるやんな、そうそうそう、お菓子好きやし毎日甘いの食べてたから、なるほどね、うん、でもそれでこうそうできんのも偉いよな、なんかいつぞやかさ、うん、なんかツアーでさその甘いコーヒーずっと飲んでたやん、高なんかあれ飲んでた、あの土色カフェオレ、そうそうそう、うん、でそれをさこんなん飲みすぎたらあかんよみたいなこう、うん、おばあちゃんに言われて、おばあちゃんそこからやめたもんな、うん、やめた、なんかまちこちゃんね言われてたな、そうそうそう、お菓子とかな、そうそうそう、もうこんなん食べたらあかんよ、食べたらあかんっていうかこんなん毎日飲んでんのみたいな、でもそれでちゃんとこう自分で納得してやめるのはいいんじゃない、その集中力のこととかもさ、うん、なんそれで集中力が上がれば、うん、最高ですね、まあでも砂糖立ちをしたら、うん、めっちゃだるくて最初、あそうなん、なんかあの禁断症状が出るらしくて、そうなんや、すぐ砂糖中毒なんねんって、うん、砂糖ってあの白い砂糖ね、あそうなん、うんらしくて、次も飲みたい食べたいってなんの、だ、まあ、麻薬みたいなもんらしくって生成された砂糖は、うん、だからこうなんか過剰反応しちゃうねんで体が、うんうん、ですぐこう馴染んじゃうから、うんうん、こう禁断症状がすぐ出るらしくて、うん、だからなんかレッドブルとかモンスターとか、うん、もうだからそれでブーストするわけやん体が、うんうん、糖をバーンって取れるから、うん、なるほど、だからそれでめっちゃ倦怠感とイライラとあるらしいねんけど、うんうん、え、オロナミン C も飲んだらあかんの、まあよくはないんじゃないですか、風呂上がりやったらセーフなんじゃん、
まあ、だその飲み続けてたらあかんねやと思うね、うん、なんかあった時にもうどうしようもないっていう時に飲むと元気になれるんやけど、うん、それをこう元気になれるからってこう、うん、みんなやっぱ飲むや、うんうんうん、元気になりたいから、ああ、じゃあそのまあ言うたら元気の前借りやから、うんうんうん、後でこう反動が来ちゃう、ああそうなんや、うんうん、でそれをこうねだんこう消えへんように飲み続けて会うっていう、ああ、ああ、だまあイライラとだるさはあの抗えない禁断症状らしいから、一旦我慢したらその先が楽になるよってことね。なるほどね、はい、後藤くんがどんどん健康になっていくね。そうやな、ね、なんかさ世の中いろんな人がみんなのために研究するやんか、うん、で研究した情報をさ公開するやん、うん、でもそれっていらんとこを隠してたりするやん。まあな、そう都合の、あ、悪いその商品を売るために、うん、いいとこは言うけどいらんとこは言わへんみたいな、うん、はいはい、その佐藤の禁断症状のせいけど、うんうんうん、だからもうほんま研究の成果とか科学とかって信用するとこと信用せんとこの見極めが難しいやんか、うん、まあな、その公表されてるってことはさ、うん、うちらの知る媒体がさテレビとかやからさ、うん、そこの都合のいいようにするしかない、まあ、ところもあるもんな、だからほんまかネットもほんまかどうかわからんよ、うん、でもまあこれのね言ってたのはあの中山筋肉なんで、うん、僕はもう全幅の信頼を置いている、まあ、筋肉はまああれかもしれんな。でもそのほら何ちゅう、もう本来はさ人によって臓器も違うからさ、うん、体質とかね、もう砂糖ペロリ舐めて自分と向き合うしかないんちゃうかな一回まあな、なんかこの極限その自分で自分のことを見る時間よりさ自分でスマホを見る時間の方が長いやんか、うん、だから自分のことあんま知らんくなっていくと思うのよ、うん、人って自分ってなんだろうみたいな、うんうん、あ、分かんないみたいな、だこれをなくしてスマホだって砂糖をペロリ舐めてみる方がいいんじゃないほんまに悪いのかっていう、うん、まあだから一回こう砂糖のね、うん、その禁断症状を、うん、まあ、出してみて、うんうん、それをもう終わって体がどうなるのかっていうね、今そこその段階ですよ。だからオロナミン C な、もったいないな、飲めんかったら人生ほんま、うん、めっちゃ好きやん、はあ、そうな、親子丼とどっちが好き、それは親子丼やって言うてるよ負けた、でも禁断症状出るもんな、親子丼食べへんかったら、うん、でへんけど、じゃあめちゃ自然派食品やな親子丼でへんってだから時々食えるのでええの、俺はやっぱイライラしちゃう、死ぬ前とね、せえへんせえへん、食べたいなってなるんやろ、でも、まあ、もう今でもなってるの、早くご飯食いたいの、もうそういう方が禁断症状、白いご飯でよ俺、それ白いご飯を親子丼の一部として食う、白すぎやろ白ご飯中毒ってことやろもう中毒、中毒というか、まあ、中毒かもな、白ご飯の、手震えちゃう、震えへんよ、でもあれやな、なんか今さ、まあ、みんな30代やけどさ、うん、30代やからこうまだその目に見えてさ、うん、体のなんかあれってないけどさ、うん、そのもうこっからどんどん年がさ、うん、こう重ねていったらさ、うん、絶対体に今までの蓄積が出てくるやん、出るやろな、それがなんかやっぱ今からもうみんな言うけどさ、今から気にしなあかんっていうのはそういうことなんやなって思う、みんな今から気にしといた方がええでって言うやん、うん、黙らしたいと思わない、思えんいやもうそんなこっち、いやお前もできてないからそれ言うてんねやろみたいな、年上に言われたらうち全然思わへん、うん、なんかあその今そこにいる人が言うんやったらそうなんやろなってずっと思う、そうなんやろなと思うけどさ、うん、その言葉が俺らがその意識変えるきっかけにはならんってことをその人ら知ってるはずやのに言うてくるって自分らもそうでしょ、だ自分らもそうやったわけやんかな、うんうん、なんかそれをまた下の世代に言うって滑稽すぎるやんまあでも言うしかないんだよそれ、まあ、その中にはさ、うん、もう今は好きにしたらいいよ、後につけが待ってくるよみたいなさ、うん、こうタイプもいるけど、うん、まあもう言うてくれる分は何もこううざいとは思わへんからさ、あ、ほんまに、その発言的にはその通りやし、そうか、なるほどな、うん、うざいと思わへんしかなろ、やっぱあれ受けあれちゃうな、ちょっとな、俺ちょっと無駄をなくしたくてさ、はあ、ははあ、それなんで言うのみたいな、おお、時もない、なんかこう無駄ないというかより良くしていきたい、うん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 、って思ってんのよ、なんかそのやり取りも楽しい、うん、あ、楽しいね、そのおっさんとかおばさんに、うん、もう30歳やろみたいな、うん、もう今の年齢から気をつけとかなあかんよみたいな、うん、もうおっちゃんおばあちゃんだったらもうダメよみたいな、いうやり取りも、うん、うちは楽しいから、あ、ほんまに何回せなあかんのってならないこれ時は何だこれ回るなっていう巡らんな、まあ、回るわ、自分らも言うてるかもしれないですもんね、うんせやな、でもまあなんかその
まあ、なんかを習いに行くとか、うん、まあ、だからそういうのと一緒じゃないですか。こっちが別にまあ能動的にその情報を求めに行ったら、うん、その、うん、それを経た人たちの経験値を、うん、まあ、ちょっと分けてもらえるけど、そうやんな、成長していかなあかんやんか、うんうんうん、だまあそれをなんかあのなんていうんですか、おせっかいに、うん、あの投げてる人もいるっていうか、なるほどね、健康になりたいなと思って情報を見たら、うんうん、あ、今のうちから気をつけなあかんねんなにたどり着くけど、うん、別にそれを求めてないやつに今のうちから気をつけやって、うん、まあ、言って回ってくるやつがおるみたいなその受け取り方の問題というか、別にこっちがまだな準備もしてないけど投げてこんといてみたいなのはありますけどね、うんうん、なるほどってことですわあとはなんかあれちゃん、おっちゃんとおばちゃんがさ、うん、例えばもううちらが60ぐらいになってさ、うん、で30の子がおって、もう今からもう気をつけとかあかんでなーみたいなさ、ははは、その上の年代の同じ共通感覚でさ、そのほんまやな、あの頃気をつけといたらよかったよなっていうさ、こうなんやろ、共感の楽しさもあるんじゃん、上からしたら。ああ上の人なの？そう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 、評価の楽しさ、そうそう、いやほんまやでなみたいな、あの時の自分らに言いたいよなみたいなさ、なんかあの時の自分らをこっちに投影させてるわけやだからうちもそれを繰り返すかもしれないし60になった時に、うん、まあ、言う、まあ言うでしょうね、うん、僕も多分言うてるし、懐かし話楽しいからななんでかわからんけど、子供らに言うてまうもんな、うん、そうか、言うてまうか、でも無駄を省きたいやろ、キムには無駄を省きたいっていうか、なんかほんまにそうさせたいって思ってないよなっていうのがあるから、うんうん、その人たちはないと思う多分、やろう、うん、まあ、言うてる自分が気持ちいいんじゃないですか、一応言うたでみたいな、でそのほんまに健康であってほしいっていうなら、多分リスニングと状況判断として、うんうん、本来そう持っていくための話術というか誘導方法を駆使してほしい、うん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 、で単純に共感とかその言うこと自体が楽しいっていうんであれば、うん、ユーモア持っていてほしい、うん、あ、それがないから、うん、どっちでもないから、何これ、あ、うん、あ、親子丼食いたいってなるね、なるほど、そして体重が増えていって、まあ、そうです、その思うようにいかないってことで、その向こうからしたら、うん、食うな言うてんのに、だどっちか、だから言うならユーモアあるいるくないみたいな、その面白で言うてくれんと困るわみたいな、まあでもそんな人はもうね、稀有ですよ、あ、そう、そうじゃ、だまあその伝える気がないんだから、だってそもそも言いたいだけやからね、あ、そうか、うん、だからちゃんと分かってもらおうっていうその精神がないわけやから、うんうん、普通はね、なるほどな、なんかもうダーツ投げて刺してくるだけみたいないや的ちゃいますからみたいなね、うん、そう、もうそれはもうしゃあないですよね、なるほどな、もう世界平和はないか、世界平和、これが今が世界平和ですよ今の状態が世界平和です、戦争が起きようが、うん、何しようが、うんうん、経済が回ってるんだから、うんうんうん、原爆も落ちないし世界平和か、もう全然平和なろうか、うん、人は亡くなったりこう殺戮が起きたとて、うん、でもそれがおそらく世界平和です、なるほどね、世界平和な、世界平和か、七夕にも書いてる人いたな、世界平和、うん、世界平和って、世界平和難しいな、世界平和むっちゃむずいやろ、そのまあ何をもってしてな、世界なのか平和なのかみたいな、もうところに己の見える周りだけが世界なんちゃう、まあそれも一つな、うん、その人の世界平和やと思うけど、そやな、みみ食堂行くわよ万博始まります、77.2 MHz 淀川区東三国からお送りしています。はいはいはい、ということでクラフトコーラがうまいね、あ、クラフトコーラちょっと前、去年か、うん、なんかハマってなかった、三ツ矢の
クラフトコーラ、うん、なんかあ、そうなん、そうなん、ツアー中なんか飲んでたやんな。え、飲んでた、ドクターペッパーじゃなくて、うん、クラフトコーラっていう、そのもうパッケージングされてんの、そのミツヤの。え、そうなん、普通のコーラとちゃうねや。ちゃうちゃうちゃう、うまいね。そうなん、もう俺もふた開けんだ飲むもん俺も。あ、そうなん、うえ、じゃあプラスチック内蔵されてんやけどに。もうバンドどうする、続けるやめる飲みたい。え、クラフトコーラはあれやんな、そのクラフトビールのコーラバージョンってこと。え、クラフトってそういうことやったっけ、まあ、クラフトビールっていうのが、うん、だその製造ラインに載ってないっていうだけ、うんうん、その小ロットで作るもの、うんうんうん、醸造所の生産ラインじゃ、うんうん、だ大量に作られてるわけではなくて、ハンドメイドみたいな感じってことやな。そうそうそう、今、まあ、みたいな感じやねんけど、のハンドメイドコーラはなんなん、その普通のコカコーラとは全然ちゃう味なん。あ、なんかスパイスがいっぱい入ってるって感じ。めっちゃいいやんそれ。レシピがちょっと違うってことだな、まあ、そういう意味ではクラフトコーラじゃないねんけど、クラフトコーラっぽいよねっていうのでパッケージングされたやつ、うん、それ聞いたらさ、え、クラフト自家製とかって書いてたらむっちゃ飲みたなんねんけど自家製ジンジャーエールとかさ、マジで、え、めっちゃ飲みたなる、うち氷入れんといてってならん。どういうことどういうこと。いや、俺の飲み方が悪いんかな、うん、あんな3秒で飲んでまうねやんか。知らんそれマジでした。いや、あの これなんかカクテルです、ドサって出されるやん、ドサって出されるの気持ち、でおかしいやん、いただきますって飲むやんか、うん、ごくごく、あ、うん、終わりや、もうないとかで、ね、これで500円600円量が少ないってこと。そう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 、氷入れる、ね、氷がいっぱいあるからね、半分ぐらいですからね結局。そ、別にそれ、ね、自家製じゃなくても入れるくない、あの話してんの。いや、自家製は特に氷多いの。ないやろそれ、氷抜きで言うたらええがな。いや、そうしたら、え、こんだけのあれで用出せますねみたいな。そんなおかも一瞬自家製やからハイホーで一回あったやんな。え、何あったっけ、ハイホーで自家製クラフトコーラみたいなあったやん。そうなんや、飲んでないかも。え、レードルで入れてくれて、なんか炭酸で割ってみたいな。あ、それも氷多かった。え、それ氷いっぱい入ってるよ、そら氷。いや、他も入ってるやろ、そのクラフトやからって。いや、別に僕は氷入れてくれていいからそんな責められても、うん、そんな氷をどこも一緒やろ。でも自家製ってだけでさ、うん、そのなんかスパイス味とか感じちゃうやん、普通より。感じる、うん、それむっちゃなんかさ。でも自家製だし巻きとかも食べたくなるやん。自家製だし巻き、だし巻きって大体そうじゃん。だしが自家製ってこと？分からんけど、普通のだし巻き卵とさ、自家製だし巻き卵って言ったらうち絶対自家製頼んじゃう。それ文字のあれちゃん。強さがあるよな。文字の強さ。あと筆文字やろどうせそれ。それは分からん。それは筆文字でいいと思う。ダメなのかな。それは分からん。プリントのゴシック体やったらほんまってなるやろ。ほんまってなるか。まあでも丸ゴシックやったらうちは全然いいよ。そう、フォントどうでもいい。そうやったら全然いいけど。クラフトコーラ、え、でもさ、三ツ矢のクラフトコーラがハマってんの。他のクラフトコーラとか飲みに行かへんの、なんか。あ、各地にあるじゃん。別に飲みに行かんでいいかな、香料いいし、だって香料ないで。だから、あ、もうその三ツ矢のクラフトコーラが、ペットボトルでね、カンカンとか、うん、そうなんや。コカコーラと全然そんな違う。コカコーラは甘いやん、甘すぎんねん。コカコーラがコーラとされてるから、うん、おそらく、ね、クラフトコーラになるんやと思う。他が、コカコーラが元祖ってこと、コーラの、まあ、コカコーラ、ペプシとか。なるほどね、そういうことか。そうそうそう、ドクターペッパーもクラフトコーラの部類に入るん、あれは。ドクターペッパーはあれなんなん。うちの中でめっちゃ謎やねんけど、ドクターペッパーなんやろうな。ドクターペッパーは、うん、めっちゃあれも胃薬ちゃん。あ、そうなん、薬なん。コーラも胃薬やな。胃薬、え、炭酸がね、もともと胃薬なん、うん、え、炭酸っていう炭酸水あれやん、うん、あれはなんか胃薬で疲れてたやんな。そうなん、うん、え、胃の何をどうすんの。分からんねんけどね昔はそうだったみたいよ。あ、それに薬剤とか薬草を入れたのがコーラってこと。コカコーラはあれ、コカやほら、コカイン、コカイン、うんうん、で麻薬やんか、うん、でそれで元気になってねってこと。医療品や、うん、あ、そうなんや。そうそうそう、へえ。クラフトコーラは、クラフトコーラはそういうのを前頭に置いて、うん、こう僕らのスパイスでコーラを作ってみました、うん、みたいな。ノラコーラってことやな。だからそうキムニーってなんかあんまさ、なんかそういう甘み飲料飲みませんみたいなさ、うん、顔しといて結構飲むんやな。いや、こうクラフトコーラはね、週月に1回ぐらいは飲むな。え、毎日飲む。もう俺そんな飲む。そんな選ばれし時に基本お茶やな。どんな時に飲む。お茶丼ぐらいや、うん、そうそう、頻度で言うと。どんな時にさ、その月1でこれ飲もうってなるの。
もうどうしても家にはおれへんって時何があったこのままじゃ眠れないって時にえ、聞くん行くんそれで行くんのよ。え、わざわざ買いに。いや、家の近所にあるね、自販機が。あ、そうなんや。俺昨日もうどうしてもこのままじゃ眠れへんと思って。なんなんそれは。何がある、脳が動きすぎてどういうこと。え、寝つけないような。でもなんかやっぱあるんちゃう、成分が。いや今日はもう家に降りたい、なんか水とお茶じゃ我慢できひんみたいな日が禁断症状出てんの、うん、でも今からコーヒーも飲めへんしみたいな、夜にちょっとあの感じが欲しい、ね、3分ぐらい歩いて、うん、自販機6つ並んでる自販機とかあんねん。え、集合体がすごいな、6つ並んで、そこで1個ずつ吟味してクラフトコーラ110円って書いてたから、おお買おうと思って買って。夏やな、なんか行動が、うん、冬絶対行かへんやん。冬絶対かな。うわ、夏感じた今光景がさ浮かんだもん、キムニーの、うん、そう、もうコンビニ近くないからね。うん、そう、キムニーの家なかったな、そういやそうやね。あ、でも自販機までわざわざ歩きに行くん偉いね。夏にチャリでこうちょっと遠くのコンビニ行くんとか楽しない。わかる、アイス買いに行って風感じたいや、うん、昔エロ本買ってみたいなと思って、うん、買ってみたいなってこと。初、28歳ぐらい。すごい、買ったことなかったん、うん、あ、でもそう、興味ないか、エロ本買う、うん、でコンビニを10軒ぐらい回ったん。え、回ってお気に入りを探したってこと。いや、ちゃうね、買えそうな店員を探して。うわなんかがっかりそうなん。10軒目どんなやったん。10軒目はあのスタジオ海あるやんか。あ、うん、永田のね、永田、あそこの商店街、商店街やから 夜はほとんどお客さんがおらへん。あ、はい、で店員も雑魚い店員。雑魚とか言うなよ。どんな、そのおっさんっていうか、うん、あ、ちょっと雑魚いなっていう、うん、これやったらいけんちゃうみたいな、うん、で買って、うん、うわ買ったと思って、うん、嬉しいと思って、うん、でそのコンビニ出たらスタジオ見の畑田さんが、うん、お、キモさんとか言ってやばいやばい、あ、こんなとこで話すね、行きますよ、お疲れ様ですとか言って、あの気まず、うん、いい思い出があるわ。エロ本な、まあコンビニありやな、うん、うん、とかね、まあまあそんなもんね。エロ本とか思い出になるな。ん、そう、初めて買ったエロ本。え、クラフトエロ本はあかん。クラフトエロ本でもええけど、あれってなんかいるんちゃう、自主成果授くってこと、うん、エロ本の倫理のなんか委員とかのあれいるんちゃう。コミケ行ったらさ、ほら、あ、あるんだ、まあ、それは。あ、エロ漫画があるんか。確かに確かに。そっかそっか、じゃあクラフトエロ本でもいいか、うん、セル、うん、あの写真のあの、うんうん、本、あんなに写真集、うん、クラフト写真集とかあるんちゃう、うんうん、クラフトギターとかもそういうこと、その大きい、そうちゃう、そうちゃう、そのハンドメイドって言ったらあれやけど、まあ、そういうことじゃん。キムニーの今持ってるギターはさ、そのクラフトギターではないの、そういうの。俺はサンダーの山奥のおっさんが、うん、なんかギター作る機械がらしくて、うん、それで作ってパーツは自分で選んだみたいな、うん、カスタムギターみたいな。カスタムギターっていうか、それいや、わかんない、いや、そのクラフトも一緒やと思う、うん、オリジナル、そう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 。いや、かっこいいよな、そういうのって。なんかほんまにクラフトって言いたくなってきた、うちは。え、クラフト本やらって。いや、ミミミ食堂もグッズ出すやん。クラフトグッズやん、そんな。クラフトグッズっていう、いや、なんかグッズはなんかハンドメイドって言うけどさ、うん、クラフトってつけたくなってきた。クラフト T シャツでいいやん。なんかそれは違う。なんでやん。なんかさ、新しい、いや、でも夏さ、そのツアーが始まるやん、8月からうちらまた、はい、で、まあ毎年グッズをね、うん、持って行ってるわけやけどさ、まあ今年も T シャツ作りたいなって思ってんねんけど、うん、なんかこう革命的なグッズ作りたいやん。T シャツとかも定番やんか、はい、T シャツ、タオル、うん、まあなんか、なんやろな、リストバンドとか、うん、なんか革命的な、え、そのグッズバンドが出すんやみたいなさ、うん、グッズないんかな、ずっと考えてる。コーラやろ、もうそんな。でも食品なんかもういっぱい取らなあかんやん、許可みたいなさ。あ、免許みたいな、ね、食品出すんな。あれじゃん、あのそう、ティアラとかじゃん。革命やけど、あのマイナス革命やん。ティアラあんの、物販に。誰が買うんやろっていうドキドキがさ。耳栓、耳栓。ああ、音うるさいからね。まあピックとかさ、ライブこう、まあ、出す人もいるやん、まあまあまあ、オリジナルピック。そう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 、あ、クラフトピックね。クラフトピック、ピックな。いや、なんかこうさ、なんかこう後世に残るさ、うん、なんかうちも参考探すためにさ、グーグルでバンドグッズ、うん、面白とかさ、うんうん、そういうの探すねんけど、やっぱりこうみんな偏ってたり。でもその例えばアルフィーとかさ、うん、お菓子出してたりとかはさ、
いやあれはあんま商売すごいな。もうそうそう、やからもうめっちゃでかいからできるみたいなのはさ、うん、あんねんけど、うちらの今のこの感じでできるこう発明みたいなないんかなと思って。オブジェとかちゃん、オブジェ、うん、置物、一点外のやつ。あ、でももうそうやんな、その固定になってくるけど。灰皿とか手作りの。ああ、昔ライターとかあったけどめっきりなくなったよな、もう電子タバコになったから。誰も吸わんもん。昔バンドグッズにライターなかった。ええ、あったくない。いや、うちのおかんスナックで出してたなと思って。ああ、そうそうそう、全然あったな、ライター。え、あったんや。あったあったあった。グッズで、うん、かっこいいロックバンドとかが普通にタバコ吸う人めっちゃ買ってたで。100円とかで。そうそう、100円もうちょい高かった。300円とかちゃう。500円とかな、うんうん、いやでもそういうのなんか木下哲くんが、うん、今度なんかうちわ出すらしいよ、ポップアップの。うちわとかめっちゃ可愛いやん。よっちゃんもなんかそんなやってたよな。よっちゃんうちわ毎年やってんの。可愛いよな、うん、あれどうやって作ってんやろ。うちわ、うん、あれちゃん針金に紙貼るんじゃん。え、すごない。そのボディだけはあるんじゃん。あ、マジで。これにこうスタンプとか、あ、焼きとか入れたりしたら。うちわ、うちわ可愛い。うちわで使う？なんか配ってたらもらってくれるよな。もううちわどうやろうな。なんかシャンブル、上海ブルドッグがさ、うん、ナンバーハッチでに向けて頑張ってた時さ、そのフライヤー配るぐらいやったらなんかうちわとか配った方がもらってくれそうやなってめっちゃ思ったことはある。うん、そういうの。うちわね。うちわセンスとかも可愛い、ね。でも夏だけやん。ハンディファン、え？ハンディファン。ああ、夏だけ？いや、うちわとかね。うん、ああ。あともう酢飯か炭イコラスかぐらいしか使い道ないでしょ。うちわは。確かにな、うん、いやだ、その使用頻度が限られてるからさ、うんうんうん、まあ、でもグッズってそもそも買うもんね。日用品でもあったら困らん。 T シャツとかさ、まな板、うん、別にあっても困らんやん。はい。ごめん、まな板ね。まな板、うん、はい、次行ってみよう。いや、ミミミ食堂って焼き入れてさ。あ、食堂やからな。まな板買う。いやでも、もう俺ら家庭のちゃう。ダイソーがいっぱいグッズ出してるやん。いや、ほんまダイソー見たらな、時々失神しそうなる、うん、マジで。こいつらグッズ量産店やんと思って。いや、だってあの手ぬぐいとかもさ、うん、やっぱ自分らで T シャツ一色刷りすんの結構こんぐらいコストかかってとか分かるわけやんか、うん、この手ぬぐいのさ、カラフル全面プリント、フルカラープリントで100円でなんで出せんねんみたいなさ。いや、もう膝つくよ、もうほんま。大量消費の悪魔だな。やばいよほんまに、ビビるもん、うん、スマホ系とかはな、あ、まあ、やっぱ根強くあるやん。せやな。ケースだり、うんうんうん、なんだりかんだりがさ。せやな、なるほどね。ケースとかなんか種類もさ、うん、大変やから受注生産っていう形にはいけそうやけどな、うん、なんかあのインカメでさ、うんうん、インカメになんかうまいこと貼るシールみたいな作ってさ、うん、それでこうインカメで撮ったミミミメンバーと写真撮れるみたいなしたら発明やな、発明やな。それは発明。あ、でももうアプリ作った方がいいじゃん。せやんな、アプリでさ。いや、もうそれをアナログにするのが面白いね。だから、そのあ、そうな、例えばこう、 あの何、そのプリクラのさ、うんうん、外側みたいな、うんうん、フィルムがこうくっついた棒みたいながあって、こううまいことこうかか、うまいことこう調整して、うん、なるほど、一緒に写真撮れるとか、うんうん、なるほど。いや、それはまあ簡単に今やるのがアプリのフィルターってことやな。いや、それでもパネル作るとか。え、だからそれをこう何、フィルムの棒を置いといて、うんうん、別にそのあ買うじゃなくてそこで、え、違う、そこもう買うやん。あ、買うねや、それは、うん、もうあれやろ、民食堂で猫とか売ろうや。はあ、売るの、うん、そう、譲渡じゃなくて。ああ、譲渡、それは生体販売はダメですね。生体販売ダメなの。いやいや、うちらがそんなの難しいやん。免許いるからね。あ、そうなの、うん、そうなんや。あれみたいな、ほらアクリルのさ、なんか今流行ってるやん、うん、アイドルのアクリルのやつの、うんうん、ね、もうもっと簡易版や。ああ、そのフィルターはね。それ持ってこう、別に写真撮ったらミミミ食堂があの富士山におるみたいな。確かにね、それぐらいボケ聞いてるやつおもろい。誰が買うねんみたいな。あれはスマホちょっと斜めに向けたら画面が見えんくてうっすら俺らがおると思う。それはめっちゃいい、おもろいけど。めっちゃおもろい。行くわよって感じだけど。それはめっちゃいいと思うけどな。あれは練り消しとかでその消しカスまとめたら練りカスなん、あの練り消しなんねんけど、うんうんうん、練り消しやったっけ。練り消し、練り消し、うん、あれやろ、もちもちのやつやろ、うん、あの匂ったらみんなのそれぞれの匂いがあるとか。気持ち悪い。気持ち悪い。
巨大キムラ作ろうとかでってこと。俺はもう親子丼やし。あ、みんなの好きな、キムニーの匂いって、ね、いや俺の匂いって言うことやけど、一応ね、パッケージとして。あ、なるほどね、うん、僕じゃあタバコやん。コーヒーとかでもいけんちゃう。あ、コーヒーな、うん、でもコーヒーの匂いって泥水の匂いせん。いやいや、そんなことない。コーヒーのお香とかありますから。コーラ、コーラ、コーラ、色で、色色でな。色でいかれるってこと。コーラ匂いある。みーちゃメロンソーダとか、ね、いやメロンソーダな、うん、とかいいじゃないですか。練り消し、練り消しのね、それはいいですね。バトエンとかは。あ、ミミミバトル鉛筆。ミミミバトエン。それをさ、物販で買ってくれてるみんな想像したらさ、めっちゃ愛おしいだな。バトエンください、3本とか言ってさ。買ってたらめっちゃ可愛いけど。めっちゃ良くない、バトエン。いいよ、これ転がしてさ、勝負できるよ、ミーちゃんとかで。で、そのなんで笑ってる、うんうん、キャップあるやん。ドラクエとかで頭の昔あった。キャップを楽器にして、うんうん、だからミーちゃんにこのドラムのキャップをつけて転がしたら、このミーちゃん本来のステ、あの攻撃とキャップの攻撃が合わされるみたいな。かけるね。そう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 。めっちゃおもろいやん。ルールも作らない、ね、バトエンってそんなんやったん。え、そうやで。だ、そのやったことないねんけど、バトエンってうちあれやと思ってた。なんかあの消しゴムをさ、鉛筆でパーンって弾くやつやと思ってた。じゃ消しゴム落としたらさ、じゃ転がして、おうおうおう、なんか書いてあんね、六角やん。うんうん、いやマジでやったことないねんけど、バトエン鉛筆が六角やんか、うん、で HP が決まってて、だからその攻撃10とか例えば、うん、そしたら HP10 削れる。はい、じゃあお互いもう一回振り合うみたいな。うんうんうん、じゃあ HP がもう次あの会心の一撃攻撃力50とか、うんうんうん、じゃあ、うん、うわ合計60ダメージ死んだとか。あ、それカードバトルがの鉛筆版ってこと。そうそう、転がし続く。転がし続く。え、そのキャップつけたらなんかその技のまた組み合わせがあったりってことの。それはオリジナル。キャップつけたらその、うん、例えば魔法使いのキャップとか。おドラクエって職業選べるで、だからそのギラとか例えば分からんけど、プラス10、攻撃にプラス10とか。そんな楽しい遊びがあったん昔。そう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 、ポケモンもあったやんな。バトエンのもうポケモンはポケモンなかったからやん。ドラクエか、ドラクエ、まあ、ミミンバトエン。めっちゃおもろいやん。何がおもろいんです。いや、そんなおもろい遊びやってたんやと思って、男子、うん、あとなんか感動した。ミニ四駆の消しゴムもあったやんな、飛ぶやつ、うん、あのカッチンでさ、ボールペンの、うん、あのノックして、うん、止まって、なんか上でボタンみたいなの押したら戻るみたいな機構のやつがあるやん。あるね、ボールペン、うん、だそれでなんかプシュンって飛ばしてやるやつとかあったで、うん、へ、ボングめっちゃおもろいな。 あれはミーダマンは、ミーダマン、ないないない、ビーダマンの、うん、ビーダマンのミミミバージョン。ビーダマンってどうやって遊んでたん。ビーダマンは、うん、人形、二頭身の体の人形を背中スイッチ押したら、うん、ビーダマンが出るっていう。あ、そういうやつなん。そのビーダマンをどうすんの。オリジナルビーダマン作れるみたいなあったやんな。あったっけ。え、なんかそのビーダマンってさ、うん、ボンバーマンのビーダマ、お腹の中入れれるバージョンみたいな、うんうん、見てくれしてんねんけど、うんうん、その顔を、あ、自分できるプリントみたいなんで、もう今で言うアバターやん。ミーダマンええんじゃん。あった気するけどな。まあ、それを、いや全然よ、それを転売していいのかどうかは分からへんけど。ミーダマン多分あれやろ、パロディーになるけど。だからその向こうにちょっと1メートル離れたところにペットボトル3本置いといて、空のやつ、どっちが早く倒せる、パパパパン。あ、そんなんで遊んでたんとか、あの連射が得意なやつ、パワーがあるやつ、ちょっとカーブするやつとか、なんかいろんなあって、漫画の中ではその自分の横になんかこう、何だっけあれ、お掃除してくれるあれ、ルンバみたいなやつがずっとついてきてて、それを攻撃されたら負けみたいな。ああ、そう、バトルの仕方やったな。でもすごいからな、漫画やったらレンが破壊するから、うん、ビーダマンビーダマンって。すごい、あのすごい速いやつもおるし、すごいパワーのやつ、ブワー、片手でやれるやつとか、うん、ああそうそう、片手で、そうそう、こうやってこうやって、アナログのゲームむっちゃおもろいな、うん、遊び、うん、ミーダマンはまあ物販では作らんけどやな。ミンガはミンガ、何ジェンガのミニバージョン。ミニバージョンすごいな。でも何でも出るやん。ボーリングとかみたいなおもろい、キムニーを模した球転がしてピン倒すみたいな。俺でもあれ転がした瞬間俺分からんくなるけど、ね、もう俺かどうか。じゃなんか飾ってるのが可愛いやん。あ、まあ、そうか、まあ、球を、うん、まあな、せやな、まあ飾れるってうち大事やなって思うけど、ミンガーやろ、ミンガーは何、ね、じゃミンガーその引いて、はい、うわ崩れたってなった時に、うん、持ってるやつにその
ミミミの罰ゲームが載ってる。だからなるほど、ミミミが罰ゲームを考えるってことね。そうそうそう。うわ、でもキム兄の考える罰ゲームエグいやん、うん、かつて罰ゲーム俺は考えたことないから、大変なものいっぱい課せられたから。今月のライブ全部行くとかやろ。罰ゲームなんそれ。悲しいねんけど自分で言うてて。悲しなりません。持ってるやろうけど物販全部買うとか。悲しなりません。いやそれはね、いやでも物販はちょっとミミミ会議していかななって思いますけども、はい、しましょう、はい、いろいろ案が出ましたんでね。有益な有益な、まあ、8月のねバトエンかな、はい、8月の前半から、ね、中頃まで、うん、ミミミ食堂、はい、全国でツアーにね、そうですね、はい、あの回らせていただきますので、はい、先輩のシンガーソングライターゆうさんと、うん、まあ、愉快な仲間たちとねツアー回って、多分このラジオもツアー中とかどっかで、あ、お前撮らない、あ、ほんまやん、その収録することになると思うのでね、ちょっと音質悪いかもしれんけど、うん、8月はその各地で活躍するミミミ食堂をお楽しみにということで、うんうん、新しい CD もいっぱい売っていきたいですね。そうね、うん、やっていこう。どうしたんですか後藤君。いや、ツアー中の録音の仕方どうしようと思って、ちっちゃいミキサーあったんやねんけどな。あー、まあ、あ、そうかそうか、これはあれか、ね、ちっちゃいミキサーね、なんかヤマハのさ、ほらあるやん、あれな、あの白いやつ配信用、そうそうそう、 AG やったかな、うんうんうん、なんかあれのなんか4ちゃんバージョンみたいな感じやんな。それが頭めっちゃ収録楽やねんけど、はあ、まあでも今年も東と西どっちも行くんかな、うん、去年とかさなんか新しい出会いがいろいろあったりして、うん、でそのまだ1年経ってないけど何回も会えたりしてるところがいっぱいあるじゃないですか、うん、ね、あの下関のマリエちゃんとかやったりさ、うん、なんか今年もそういう出会いがありそうな予感がして、する、うん、する。まあ CD っていうね、新しいうちらの持っていくものもありますし、うん、全国にね、ミミミ食堂をねちょっと普及していきましょう。補給しよう。補給って補って僕ら補ってもらおう、ちょっと僕ら補って。いやでもなんかあの最近このミュージシャンなんかおすすめやでみたいなさ、うん、その人、まあうちらが主にさ全国的にバーって行くのはきっとその人こん口コミとかじゃないかもしれんけどさ、うん、この口コミも大事やなって思って、うんうんうん、こうミミ食堂好きな人が最近のおすすめミミ食堂いいよって言ったらさ、その人のことをな、なんか仲いい人はあ聞いてみようって一番簡単になってもらえるなって思ってさ、うんうんうん、だからこういいよって言ってもらえるようにちょっと一歩一歩ライブ頑張っていきたいなと。そうやな、口コミ作ろう、ね、そうそうそう。キム兄もなんかこの間 LINE でな、その宣伝材料作ろうよみたいな、あ、そうやね、そうそう言ってたのもあるし、うん、ちょっとね夏時間作って、まあ献立フェスも9月に控えてるから、はい、うん、そういうのでちょっとミミミ食堂としての露出度を高めていきたいなと。そうね、うん、やるわよ ね、ちょっとカバーソングも夏に向けて、はい、頑張っていきましょう。そやな、やることいっぱいやな、うん、なんかカバーソングうん大丈夫かな。大丈夫やよ。じゃあそのえカバーしてるなって曲カバーしたくないなっていう。あ、まあ、まあ、そうやってじゃあカバーじゃないんじゃないかって思ってきたりもするやん。まあでもなんかあのツアー中の一個夏祭りに参加するやつはさ、うん、もうみんな知っててなんぼの曲がさ求められてるから、うん、もう世界に一つだけの花やろ、うん、もうそういう、 もうそこはもうニーズに合ったことをね、うん、でも自分らのその技術向上のためのカバーとかはさ、うん、その別にみんなが知らん曲でもさ、うん、いいと思うし。そうね、うん、使い分けでいきましょう。はい、はい、踊るポンポコリンはめっちゃやりたいけど。踊るポンポコリン、うん、夏祭りやからさ、むずいけど、いやなんかあの踊るポンポコリンみんな楽しいやん。楽しい、うん、楽しいね。俺好きやで。うちもめっちゃ好きやし、3人やからまあカバーできるかなと思ってやりたいですけど一人でもできるんじゃない。一人でもできるけど、まあ、リズムもあったりベースあったりしたら余計楽しいかなと思って。そうね、うん、踊るポンポコリンやりたいな。そうやな、うん、そりゃそうじゃって言いたいそれ大きいでもそれは大きどえそれは大きどかな、うん、そうそうそう、ね、よくわかんない名前出ましたけど何やね自分が言うとんねんポケットモンスターですよ。はい、うん、そうやな、やっていきましょう。はい、それではね、
今週もライブがね、うん、続々と決まっております。神戸2日間ね、はい、はい、15日が神戸 DQ で、うん、ライブがあるのと、翌日16日がね、神戸周遊フェスという、お祭りのプレイベントが、土日ライブや、そうですよ、月世界とね、チキンジョージで開催されますので、うん、もう 2days ライブで、もうアコースティックとね、はい、バンドバージョンで、はい、どちらもライブ楽しんでいきましょうということで、もう30分あったらね、うん、10分はこんな感じやからね、僕らダメですねすごいね、そこから変えていこう。はい、それでは今週もお聞きいただきありがとうございました、うん、ありがとうございました。お相手はミミ食堂のみーちゃんと、昨日釣りに行ったコンソメパンチ木村と、名古屋帰り後藤貴博でした。また来週ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。